皆さんこんにちは。こんにちは。湘南 HA クリニック大阪院長の斉藤と看護師です。よろしくお願いいたします。はい。では今日の髪の毛のお話は何でしょうか。はい。今日のお題はこちらです。ディナステリドの量を増やすのとディタステリドへの切り替え、どっちが効果がありますか。はい。ありがとうございます。はい、HA 治療薬ね、大事なお薬ですね。フィナステリド、デュタステリド。これはDHT 阻害剤って言って、HA のね、根本の原因になってる悪い男性ホルモンっていうのを抑えるお薬なんです。で、この2つね、使っていけば、毛根攻撃する DHT の量が減りますので、例えば今ここの状態であるとしたら、悪化するスピードをゆっくりに変えてくれるんですね。で、例えば何もしないでいたら、こうやって悪くなる人が、これを早めに始めていけば、悪化するスピードがゆっくり変わりますので、例えば5年後とか10年後、何もしてない友達がね、ちょっと薄くなってくる人も出てくると思うんですけど、うちには大丈夫みたいな感じでね。だから早め早めに、この DHT 阻害剤っていうのは、始められるのが正解ですよね。で、今日のご質問ですけど、フィナステリドの量を増やすのとデュタステリドへの切り替え、どっちが効果があるか。で、デュタステリドっていうのは6年前に出てきた新薬で、その DHT のね量を減らしてくれるんですけど、フィナステリドに比べると 1.6 倍ぐらい抑えてくれる、ね。で、やっぱ成分が全く違うものなんですよね。で、考え方は、まずやっぱりファーストチョイスはね、フィナステリドっていうふうに僕ら言ってるんです。で、30年前からあって、たくさんの人が使われてますし、副作用とかっていうのも、デュタステリドに比べると低いんですよね。ですから、まずこれでスタート。で、特に年齢の若い人なんかっていうのは、フィナステリドで十分かなと思います。で、こういうご質問される方っていうのは、例えば、フィナステリドとかをやってるんだけども、なんか調子が悪いわけですね。もしかすると前よりはちょっと低下してきてるとかって感じる人が見えるかなっていう。で、そういう人は、フィナステリドの量を増やせば、いわゆるもっとその DHT を抑えることができますよね。で、それで、対応して、で、様子を見るんですね。で、それでもやっぱり、低下する量であれば、ね、若い人でもデュタステリドに変えてみるっていうのはあります、ね。まあ、それが一般的なやり方だと思いますけども、例えばね、デュタステリドとやっぱり全然違う成分ですかね、フィナステリドに比べるとね、バチッとその成分が合うっていう人も見えるんです。で、そういう人は、やっぱりデュタステリドで良かったかなって思う人も見えますので、もう、申し訳ないけど、これね、使ってみるしか方法はないんですね。で、ただ、まあ、個人的な見解を言うと、フィナステリドで抑えられない人はあまりいないですね。で、それでも調子悪い人はやっぱりフィナステリドの量を増やす。で、それでももしダメだったらデュタステリド。で、逆に、年齢で言うとね、40歳を超えてきた人っていうのは、その、体の中の DHT の量っていうのがぐっとこう、増えてくるんですよね。その近辺で髪の毛ぐっと悪くなる人もいます。若い人に比べると、やっぱりしっかり抑えるタイプのデュタステリドの方を最初に始めるというのはありなんです。だから、うちなんかはね、状態をマイクロスコープで見て、で、程度とかをね、確認して、あと年齢なんかも見てですね、で、どちらのお薬の方がいいかなっていうのを考えて、提案したりしてますよね。そんな感じでお薬で選ぶんですね。そうですね、年齢とかタイミングとかでやっぱ内服の切り替え時期とかもあると思いますので、またお薬ね、悩んでいらっしゃる方はぜひ斉藤先生の、はい、診察にお越しください。はい、湘南 AJ クリニック大阪院では医師がマイクロスコープで頭皮を見てお一人お一人に合った治療法を提案しております。薄毛で悩まれている方、困った方はぜひ当院にお越しください。無料カウンセリング受付中です。斉藤先生のアメーバブログも絶賛更新中です。味噌治療、自毛植毛の症例写真、ビフォーアフターを公開しています。気になる方は番組の概要欄にリンクを貼っていますので、チェックしてみてくださいね。はい、では次回も髪の毛のお話ですね、
いろいろ考えてお話していこうと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。はい、チャンネル登録、高評価、質問、コメントもよろしくお願いいたします。はい、では次回まで、さようなら。さようなら。